どうも、プカバリです。今回は、そうですね、まあなんとなくですけど、もうすごい最近暑いじゃないですか。で、まあ僕ジョーダンの T シャツ、とかナイキの T シャツとかね、まあスポーツメーカーの T シャツをまあ少し前にね、段ボール開けて紹介したんですけど、でまだね紹介してなかったんじゃないかなってね、ちょっとね紹介し忘れてしまったんじゃないかなか、紹介してなかったやつがあったんですよね。やっぱりね、俺ぐらいになるとちょっとおっちょこちょい風味なんじゃないかなか、割と珍しいかなっていう T シャツがあって、まあそれをね、まあ暑いので、暑いのでというか、まあ T シャツ自体も暑いし、まあ季節的にも暑いので、紹介します。はい、今回紹介する T シャツはこちらです。ボン。はい、見ればわかるっすね。はい、これはあのロッドマンのエアベーキンの T シャツになります。はい、で、タグ見てもらえればわかるっすけど、一応90年代のタグで、で多分ねこれ日本で出てないっす。っていうのもサイズ感的にも大きいので、おそらくこれは日本では出てないやつになると思われます。はい、で M で身幅がだいたい50ぐらいだったかな、50じゃねえ、55だかそんぐらいなんで、結構デカめなんですよ、サイズ感が。まあ、日本サイズの L ぐらい、 LL までは言わないけど、まあ、L ぐらいのサイズ感の大きさで、ただね僕ね身幅ね55だとね、ちょっとねピチティ風味になっちゃうんじゃないかな感だから、ちょっとちっちゃいんですよね。そうなんですよ。っていうことでこれ結構珍しいです。エアベーキンの多分発売の時に一緒に発売された T シャツで、でこのかかとのね、かかと見えるかな、かかと部分すげえ見えづらいですけど、で袋から出せやと思ったかもしれないけど、まあ、一応この状態でまた開けるのもちょっとねあれなんで、まあここのマークが一応これはナイキになってんすけど、なんだろう、まあ一番初期に出たのがここがね刺繍になってて、それでまあ結構有名な話だしみんな知ってると思うけど、この文字がどうやら海外の国のまあ神を意味するっていうことで、それでそのね神を足で踏むとか、足で踏むとは何事だみたいなことでちょっとなんか一応問題になったやつで、それで回収されたモデルなんですよ、エアベーキンは。確か違ったっけな、まあそんな感じです。で、2000年のね、まあ4年か8年とかあの辺に1回出てんすよ、ベーキンが。で、合計で多分2、3回発売してんのかな、ベーキン自体が。で、その、要は1回目の回収されて、その後から発売したモデルは、すべてこの子がナイキエアになって発売されたんすよ。そう、その問題が起きてから。で、回収されたからといって、そのエアベーキンは別に珍しくなくて、多分、まあ普通にもう加水分解もしてるし、ボロボロだし、まあまあ探せば普通に売ってるモデルではあるんですけど、ただ、このエアベーキンの時に一緒に出た T シャツ、要はこの T シャツなんですけど、これは割と、珍しいと思います。うん。まあまずこの T シャツがあるってことを知らない方も多いとは思うんですけど、一応その時にT シャツも一緒に出てたモデルで、モデルでっつうか T シャツも出てて、で少し前にね、多分アンディフィーデットかな、アンディでこれをなんかなんだろう、モデルじゃねえ、なんつんだっけ、サンプリングだかなんかした、まあ要はこれをパロディにした T シャツとかもあったりして、そうそうそう、だからね、そう、この T シャツは結構珍しいです。僕もずっと探してて、マイサイズをずっと探してんですけど、時々あるんですけど、結構高くて、多分、まあ、だいたい8000円とかかな。割と安くて。高いところだと1万5000円とかつけてたりするんですけど、結構そのオークションとかでもなかなか出てこなくて、まあ、5級、6級とかで、普通に売ってたら購入した方がいいかなと思います。まあ、状態にもよるんですけど、でも普通に僕5、6000円ぐらいだったら普通にこれマイサイズだったらすごい欲しくて、でもないんですよね、ずっと探してるけど、これはすごい珍しい。しかもこれすごい状態良くてめちゃくちゃ綺麗です。襟も黄ばみもなしで、ほぼデッドストックだと思うんですけど、
で M でね僕入るかなと思ってね買っては見たものの入らなかったっす。そうですね、まあ、ロッドマン系はやっぱ最近調子いいですからやっぱ探してる方も多いのかと思うんですけど、一応ねまあそのなんだろうベーキンのまあその T シャツバージョンもあるんだよー感ってことでお伝えいたしました。すげえ爆レア T シャツということで、今回はスーパー爆レアロッドマン T シャツ風味のベーキンの T シャツなんじゃないかな紹介いたしました。以上です。とチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひグッドボタンお願いします。以上です。どー